皆さんおはようございます。今日はどちらに？赤レンガ倉庫でやってます。ジャパンバーガーチャンピオンシップ2023。さあ今からですね。この中で松原さんが来てるみたいなんで、松原さんを探しに行きたいと思います。行きましょう。このイベントは一体どんなイベントなのでしょうか。ワールドベロチャンピオンシップのハンバーガー部門、こちらの日本代表権を獲得することになってます。松原さん、松原さんいました。松原さん、松原さん、カメラここね。ハンバーガー探求家の方ですか。ハンバーガーといえば松原さんですよ。日本はこんにちは。北は岩手から、大阪まで全店回りまして、そうすると仲良くなっちゃうんで、もうちょっと来ないわけにはいかないということで、ね、だからまあ3日間通うのかなっていう感じですね。なんかあれ印象深かったところありますかね。その点数とかじゃなくて松原さん的印象深かった。今日の第1試合の仙台牛の店を。肉屋の柳屋とパン屋の福狩りというお店が、同じ千歳唐津世代の商店街の店がコラボして出場した。ここがね、仙台牛何もしなくても美味しい。わバーベキューコンロで全部焼き物するでしょ。で去年の横須賀大会の時、いまいちこうね食感が出なかったんですよ。で昨日ぐらいに連絡したんだけど、それ出てくれなくてですね。仙台牛でございます。客席の一部が色めかっております。これは最終にですね、柳屋福狩りに審査員の皆様も集まっております。アメリカのバーベキューのハンバーガー、バンズに思いっきり酢を塗ったくる。続きまして柳屋福狩り仙台牛 100% ブロッコリーとカマンベールダブルチーズバーガー 7.29 点、バーベキュー木村の勝利。はいという結果となりました。いや違うのかな。いや本当ですね。みんなが大好きな味だと思いました。サウナに入りながら水風呂に入ってる。野菜ゾーンとお肉ゾーンとソースゾーンが基本分けることが基本なんですけど、あえてそこにトマトを入れるっていうのは、これがハンバーガーだっていう規定概念がない上で、すっごくよく考えて、すっごく時間かけてお二人で創作されたものなんじゃないかなっていう、他のハンバーガーもぜひいつかまた機会があればいただいてみたいなっていうのがあります。バーベキューって最高のエンターテインメントだと思ってます。子供から大人が楽しめる瞬間、それを見直されて自分はこれを職業にしました。なのでその自分の持ち味を最大限に引き出した、今回ハンバーガーだったと思います。まだ決勝に残れるかどうかも分かりませんが、残った時も最大限のパフォーマンスして会場を盛り上げていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。このアイデアのポイントをつけさせていただいたのは、審査員みんな一致でバーベキュー木村さん、この地に戻ってきますよ。絶対柳家福が言うように出してみせる。本当にもう本当柳家さんの肉はもう本当うまいんだよ。本当に絶対食わして本当に。こんなステーションでハンバーガー作るのちょっと初めてだったんで。パテ、正直に言うとパテがですね、分解してしまいまして、本来の形ではないんですけど、そのままマイナスしていただいて。勝ちと負け決めたのはこれはね、スタイルの差です。スタイルがね、あるかないかというと、ちょっとでまだ出なかったかなという、そういう、そこです。今全部正直に話しました。恨まないでください。去年はだいぶ浮いてきたものがあるので、今年、取り返してきました。安全に散って知ってますか？はい、やっぱ売り方がうまいですよね。美味しいか美味しくないかはリピートするかしないかの判断材料じゃないですか。やっぱ買ってみたいか買ってみたくないかは、他の人がいっぱい美味しいって言ってるかどうかとか、買った時に自慢できるかどうかとか、そういうのが多分最初のハードルな気がする。雪辱を晴らすかのように、もう見事な焼き加減のパテですね。リベンジになるか。金井達也さんって男ですけど、あいつはやるね。あれだけのことはできるね。落ち着いてましたよね。なんかちょっと気になるものを作ったでしょ。オニオン使って。オニオン使って。はい。技術とアイデアがあったよね。さんのたまらんいただきました。ちょっとね、やつは今後大物かなっていう気がします。それでは改めまして。結果を発表させていただきます。甘夏薫瞬間スモークバーベキューバーガー 8.15 ポイント。お1位ですね。おめでとうございます。1位になっております。もうちょっと泣きそうですよね。飾りかなと思われるものまで含めて、最終的にはかなり華やかに仕上げてきましたよね。あそこまで持ってったらもう文句ないですね。いい試合でした。いい試合だったね、これは。疲れました。レベルが違いました。ありがとうございました。本当に帰ってきてくれてありがとうございます。ひどんちゃってない。彼らも準備してきたことを真面目にやればいいぐらいにしか思ってなかったので、いやそんなんじゃ足らんと僕言いまして、派手に言うけど、それどれぐらいかましてくれるかで、楽屋さん、とにかく細かい、もう精密な店なんですよ。チーズ作るために牛乳もあれ脂肪が大事なんで、低温殺菌の、気に入ったやつを探してきて、謎の大すぎる男、スミマツシェフですね。謎の大すぎるんですが、今おっしゃってましたけど、あの大きいブロックチーズのめっちゃ美味しいとこしか使えませんので、めっちゃ美味しいとこ以外はどうなるんですか？そうですね、最後にクラウンバンズが乗せてキックが刺さり勝利完了です。マッシュアップっていって音楽でいろんなジャンルとかいろんな曲をミックスして、それぞれにいいものにしますよみたいな感じで、ミルクをフィーチャーしたチーズバーガーです。はい、今のところ持ってますね。はい、はい、続きましてペニーズダイナーチーズバーガー優勝した僕へのメッセージ喋っといていいですか？喋るよ。優勝しましたね、楽屋バーガーのまさき。あのバーガーが成功したってことは、一番日本代表にふさわしいから、日本でしか絶対に生まれないあのハンバーガーで世界で戦ってほしい。いけると思う。っていうかもう、頑張れ。肉食べよみたいなハンバーガーで、だってチーズバーガーはこれだみたいな。食べてて面白かったですし、楽しかったですし。本当に一つ一つのハンバーガーを大事に、そして。エニーさんは新年曲げなかったね。大会は超シンプルなだけでは足りなくて、もうちょっとプラスアルファがいるじゃない、ちょっといろいろ考えていけと言ってたんですけど、でもやっぱ根っこのとこは変えなかったよね。大阪から横浜に来てハンバーガー焼いてもめちゃくちゃ楽しかったです。横浜の会場で横浜のローカルのハンバーガー屋さんとできるっていうのがめちゃくちゃ楽しみだったので、今あれも食べたいぐらいなんで、今日はありがとうございました。試合もなんかいい感じに面白いよね。ありがとうございます。あと明日。もう最後のちょっと微調整して、まあでも、どう転ぼうと、今年は俺でしょ、間違いなく。塩見スキッパーズでは、一緒に働いてくれる仲間募集してます。俺が世界中の人が来てくれる店作ったときに、あなたのやりたいことを叶うんであれば、そこまで一緒にやりましょうよ。力貸してください。スキッパーズは、あなたを待ってます。